はい、こんにちは、クーザのアです。今日紹介するのはキルスターからバッグを1点紹介したいと思います。こちらが今日紹介するキルスターのバッグになります。ちょ、 2way でこうハンドバッグにもなるし、ここショルダーバッグにもなります。ここのショルダーは取り外しが可能になっていて、長さはこのアジャスターで調節していただけます。デザインはこう編み上げ風になってて、ここのところは金具でできてて、キルスターって書いてあって、細部まで可愛いデザインになっております。で、裏がこうチャックがついていて、この辺には定期とかが入るような背面のポケットになります。こう、これくらい手がちょっと入るかなくらいの大きさになってます。はい、でバッグってやっぱり入らなかったらちょっと意味がないのではと思われる方にも必見です。予想外にもすっごく入るんですよ。こうガバッと開く感じになります。すごくないですか。で、まずこんな感じです。中はこう背面がポケットついてて、でこっちにも実はポケットがついてます。でマチが結構こうあるので、思ったよりも荷物が入るのですごくおすすめになります。はい、ということで今日紹介したのはキルスターのバッグでした。気になった方は公式の通販サイトか公式の SNS から DM をくだされば通販ができますので、よかったらチェックしてみてください。